皆さんこんにちは。こんにちは。引き続き宝のショールームからお送りしたいと思います。で、先ほどお風呂の説明していただいたと思うんですけども、はい、今度は洗面台、はい、で宝の洗面台っていうとやっぱ放浪力入れてあるじゃないですか。そうですね、はい、なんであの他社の、まあ、リクシル等々、はい、この辺の洗面台でいうと木製のキャビネットになってるんですけども、ね、やっぱり宝の洗面台になると、はい、放浪でそのできてたりするんですか。そうですね、まあ、あの放浪でできてますんで、はいはい、あの掃除もしやすいし長持ちするような、そうですね、はい、水が使うところなんで、はい、あの腐りもしないっていう特徴かなと、はい、そういう特徴のある、はい、宝スタンダードの、洗面台、はい、今日はご説明していただこうと思います。まず商品ラインナップとして何段階に構成されているんですか。商品ラインナップで言いますと、放浪で言いますと3段階で構成しております、はい、で下からオンディーヌでファミーユでエリーナ、はい、この3つで構成しております。正直名前めっちゃ覚えにくいですもうスーって言えてますんでね、はい、私はじゃあオンディーヌから、はいはい、説明していただきたいと思うんですけども、オンディーヌどちらになるんですか。こちらになりますね。あ、これがオンディーヌ、はいはいはい、こちらオンディーヌの特徴は何かと申しますと、まあ、オンディーヌはまあ放浪で、はい、まあ、もちろん全部放浪なんですけども、はい、まあ、一番安いってことですね。放浪でまあ お値打ちが感があるっていうのが一つ特徴かなって思います、はい、でなおかつ引き出しタイプも選べると、はい、選べます、はい、で引き出し開けるとこの、あ、これも放浪なんですね。はい、ここも全部放浪、はい、で、まあ、あのカウンターのところも、うん、放浪ボールにはなってます、はい、なるほど。オンディーヌはだ、これこの後ファミーユの説明しますけれども、オンディーヌは放浪と、放浪洗面ボールも放浪というところで、はいはい、そういった違いがあるって感じですかね、はい、ちょっと今僕開けて気づいたんですけど、申し訳ないですけどちょっとオンディーヌの引き出しになるとちょっとガタつき結構あります。そうですね、ちょっと、はい、まあ、簡単に仕様で言うと、まあ、あのやっぱりこう3段階ある中で、まあ、一番、まあ、お値段としては、下がるものになるんで、はい、まあ、仕様としては、まあ、他にもっと4があるってところですか、ね、はい。じゃあその上のファミーユご説明していただいてよろしいでしょうか。まあ、あのこちらファミーユになります、はい、でまあ、ファミーユになるとちょっとあの先ほどよりは高級感アップするかなって、はい、なるほど、はい、まあ、確かに、浴槽の形もちょっと変わってたり、まあ、形状自体も変わってますし、素材自体もこれなんか先ほどが放浪のボールに対して、はい、してはい、あの腎臓大理石のボールになってますので、なるほど、はい、はい、より掃除がしやすいんですか。そうですね、掃除もしやすいですし、まあ、フォローボールに比べて、まあ、丈夫でもあるかなというところがあります。これね、ちょっと宝さんの前で言うのもどうかと思うんですけども、結構僕もリフォームでいろんなお客さんの家行ってると、このフォローの洗面ボール使ってるお客さん、長年使ってる、これどうなるかというと、ちょっとハゲてきて下地の鉄が見えたりするんですよね。っていう感じで、ちょっと放浪の洗面ボールでそういう、まあ、劣化というか、まあ、あの塗装がめくれてきてしまうに対して、腎臓大理石はそういうのが起きることはないです。はい、そうです、はい、でちょっと引き出しも開けさせてもらっていいですか。どうぞどうぞ。どうですか。そうですね、さっきのこれがオンディーヌが、まあ、こういうのに対してファミーユはだいぶガタつきが、はい、違うというところで、はい、レールもいいのを使っているって感じですよね。そうですね、で、まあ、あのこちらファミーはちょっとハイバックというこう後ろについた、はい、水線がついたような形タイプだけが、これは標準仕様になるというところです、はい、になります、はい、で引き続き、放浪というところでちょっとやりにくいですけど、そうです、他社が木製キャビネットに対して、宝のファミーは全部が、はい、放浪です。お掃除もしやすいというところですね。でまたこの上に一つあると、はいはい、そちら説明していただいていいですか、はい、エリーナって言いまして、はい、まあ、こちらですね。なんか見た目はほとんどファミーユと一緒ですね。そうですね、まあ、はい、あの大きいあのファミーユが90センチまでに対して、はい、エリーナがまあ120とか150も選んでいただけるっていう商品になります、はい、まあ、なるほど、まあ、ショールーム展示やからかあれですけども、定価がほとんど一緒ですね。ファミーユ271,200円、エリーナ287,000円というところで、やっぱりほぼほぼ同じ見た目でほぼほぼ同じお値段というところで、はい、ただエリーナもっといいのか。そうです、ね、はい、こちらじゃあ京都ショールームで一番高いエリーナ見てみましょうか。こちらになるんですけども、はい、もう見た目一気に格好いい。そうですね、はい、で先ほどが、ハイバックの、はい、背中に、はい、あの水栓がつくような形だったと思うんですけど、こちらだとデッキ水栓もあったりするんですか。はい、まあ、エリーナはあのどちらも選んでいただきますので、はい、あのいろんな
ニーズに合わせて対応できるかなというところです、はい。でまあ、これ一つのボールなんですけども、例えばツインボール、2つ洗面ボールがあるタイプとかも選んでいただけますの で、はい、でカウンターも先ほどの白い人造大理石と比べるとまたちょっと素材感が違ったりするような気がするんです。これまた違いがあるんですか？まあ、今これはちょっと人造大理石なんですけど、はい、クォーツストーンっていうのもお選びいただきますので、はい、これは人造大理石ですけども、まあ、別でお金を出せばよりいいカウンターを、はい、まあ、入れることもできると、はい、そうですね、はい。引き出し、まあ、これもこういう扉カラーもこれも、エリーナのみですね、はいはい。扉のカラーとかも、まあ、エリーナ独自のものがありますというところで、まあ、やっぱりフォローですね。一つちょっとまあ、これ全部のオプションつけれるものなんですけども、はい、ちょっとご説明させていただきたいのが、はい、これ洗面パネルなんですけども、はい、洗面の横に、まあ、つけていただいて、こうマグネットがくっつくような、はい、はい、パネルをつけることもできます。なるほど。で瓦を張るときとかにこうやって瓦を張ったら水って飛ぶじゃないですか。そういう水しぶきが、まあ、ホールをやったら簡単に取れる、はいはいはい、クロスやったらやっぱちょっと傷んできてしまうんですけども、うんうん、はい、ホールパネルを、洗面の横だけにパンと張るっていうのも一つ、はい、宝独自って感じですね、はい、宝独自ですか、ね。まあ、キッチンではね、ホールのキッチンパネル、はい、キッチンパネルがよく使われてますけれども、それが洗面でもつけられるよっていうのは、はいはい、宝の特徴ってところですかね、はいはい。まあ、こんな感じでキッチンやお風呂だけじゃなくて洗面台も宝スタンダード、なかなかいい商品を使ってますので、ぜひともご検討いただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。